さあ新年最初の晩飯も東京からということで、新宿でですね、ヨカバンメンバーがよく行く行きつけのお店を紹介してもらおうということなんですね。紹介してくれるのはこの人です。わー、こんにちは。いやもうね、いじりがあまりにも食レポ食レポ言われすぎてるんですよ、いるのに僕が。いやでもやっぱりグルメって言うとなんかこういじりさんっていう、あれは体型でしょ、だから体型だけなんですよあいつは。いやもうね、東京で美味しいお店って言ったらもう翔太郎に聞けって、もう割と、うん、割ともう、はい、モルトは静かに言われてますから静かに言われてますから。ありますありますありますか。今日もありますあります。この辺にあります、あります、新宿に。あ、新宿あります。早速連れてってもらいましょうか。こっちです。こっち、村川さん、こっちです。行きつけっぽい、なんか地下ですか。地下です。いや、なんか雰囲気がありますね。そうなんですよ、ちょっと怪しいスポットな感じ、ちょっと怪しげな雰囲気、はい、あ、どうも、いらっしゃいませ。おはようございます。はい、ありがとうございます。じゃあ失礼します。お二人様で。はい、二人で、はい、さあ、どうぞどうぞ。すいません、ちょっとあの宮崎からですね、はい、私来ておりまして、はい、行きつけのお店だということで、それありがとうございます。ありがとうございます。ああ、なんかありがとうございます。ありがとうございます。あ、多分ね、僕のことを知らないと思います。いつもあの女性の、タイの女性の方がいらっしゃる時が多いです。はい、そうですか。翔太郎さん、本当に常連なんですか？まあそれはさておき、一体どんなおすすめ料理が出てくるんでしょうね。さあ、ここのお店なんですけど、はい、どうやって知ったんですか？ここはですね、はい、もう友達が、ここら辺詳しい友達がおりましてですね、うん、もうタイ料理食べたいって言ったら、もう新宿でタイ料理って言ったらここしかないっつって連れてこられて、もう うまいって言いながら汗かきながら、もうダクダク汗かきながら食べました。それから来てます。しょっちゅう来てるんですか？しょっちゅう来てます。どれぐらいのペースで？まあ月1ぐらいです。でもね、すいません、東京っていっぱいお店ある中で、はいはい、月1って言ったら結構、結構ですよね。じゃないですか。そうです。あ、月1になってない時もあるけど、はい、月2の時とかもあるぐらい。あ、鳴らすと月1。鳴らすと月1です。長年続けてらっしゃるということですし、味自慢のお店っていうことですね、当然ね。そうですね、本格的な。あの料理作ってるのはタイのコックさんが2人で作ってるので、はいはいはい、本物の味そのままなんですけれど、おー、はい、いや、まあ、これは楽しみですね。これは美味しいですよ、本当に。じゃあもう早速、はい、そのよく食べてるやつを。はい、ありがとうございます。じゃあいつものやつお願いします。いつものやつですか？いつものやつ来ました。おー、ちょっとポンカリになりますね。これがもう、めっちゃうまい。ちょっと待ってください、まだ並んでないですか？まだありますから。パッタになります。パッタも美味しい。全部美味しい。ラッチはラープガリになりますね。ラープくれますか？はい。あ、すっごいいい香りする。そうなんです、もう僕はもうこのプーパッポンカリーを食べに、ここに。何ですか。プーパッポンカリーを食べに、プーパッポンカリーと、パッタイと、それはラープガイ。ラープガイ。ラープガイ。もうね、名前が覚えられなくて、まあ、いつもメニュー見て指してこれこれってあの頼むので。なるほど。名前なかなか覚えた。ただこれは覚えましたもん。プーパッポンカリーは頑張って覚えました。プーパッポンって何なんですか？プーがですね、はい、あのカニ、タイ語でカニなんです。カニ。はい。パが炒めるですね。タイ語でプーパッポンカリーは、カニのカレー炒めです。ソフトシェルクラブって言って、はい、あの脱皮ガニなんです。脱皮した直後のカニって、うん、甲羅が柔らかいんです、うん、だから丸ごと食べられるっていう、そういうカニなんです。あ、はい、うん、うまいでしょ、うん、あ、カレーの風味がこれうまいんですよ。絶妙ですね。嬉しい。このプーの食感、これがまた、そうですね、うまい、はい、お酒も進むんですよ、うん、飲みたいなってなる。ここにね、はい、霧島を置いてほしいぐらいの感じですよ。そうですよ、霧島は。もうボトルを、宮崎の誇り、ね、霧島なんですよ。 あります。霧島あるんですか？置いてるんですか？あります。すごいな、霧島す。これお酒でもいいし、ご飯も進むし、
あのタイのもち米あるんですけれど、うんうん、あのもち米と合います。食べ一緒に。いやー、うん、あー湯気が甘まい。こううん、うん、うまい。ありがとうございます。あのでこういうのをやっぱりデートとかで来るといいんですよ。美味しいお店知ってるよっつって、食べてみ、このソートシェルクラブ食べてみっつって、フーを食べてごらんなさいっつってここはいいんですよ。じゃあ結構女性を連れてきたりすること多いんですか。いや一人で一人で、それ一人で、まあ、なんかデートでいいとか言って、でも人の話ですからね。人の話で、ね、聞いた話ですけど、まあ、一人で僕が。これはラープが言って鶏肉、ガイっていうのが鶏っていう意味なんですけれど、はい、鶏のひき肉の香草和えっていう感じですね。香草和え、はい、あ、後からピリッときますね、これ辛みが。でも辛いの好きな人、うん、あと僕パクチーも大好きなんで、この香りもたまんない。あ、いい。いいですよね。うん。辛い。辛い、うまい。でも本当にこれ、うんうんうん、あのちょっとの味で、あの結構辛いじゃないですか。うん、なのでちょっとあのお腹いっぱいだなって時に頼んでもずっとこれでチビチビ飲むっていうのが、なるほど、なんですよ。そんなにお腹にもたまりすぎずに、そうなんです、うんうん、だ2軒目で来る時には僕こういうの頼んで、あ、はい、ちょっと、うん、でもここはとにかくやっぱり、うん、楽しく友達とワイワイお酒飲みたい時とかはここに来て、うんうん、まあ、とにかくこれ食べてみろと、タイ料理はちょっとっていう人とかを連れてきて、ここでもみんなタイ料理大好きになってもらうっていうようなことですね。嬉しいです、嬉しいです。ありがとうございます。はあ、いや確かにこっちもこっちも美味しい。そうなんです、でしょ、うん、よかった。いやさすがおすすめなだけある。そうでしょ。いじりさんは何してんすかね。いや、まあ、今ね、本当に大したことないですよ。あれ知らないでしょ。知らない、いじり来たことないですし、あれ体型でごまかってるだけですから、あの説得力があるんですよ、何食べても。それだけで、そこだけです。見た目でね、そこだけなんです、あの人本当にもう。ニーハオ、私は中華街にやってきました。きらびやかですね。さあここで美味しいものを楽しもうと思うんですけれども、もちろんあの人と待ち合わせをしています。150軒以上の中華料理店が軒を連ねる横浜中華街、あの人に案内してもらうことに。この辺りで待ち合わせをしてるんですけれども、ちょっと何か食べてる人がいますね。何ですかこれ。肉まん。大きい、うん、すごく似合ってます、まあ本当にね、中華街と肉まんが、肉まんがね、はい。じゃあこの辺りはもういじりさん、ね、庭みたいなもんですか。まあ、庭って言ったらして、ね、申し訳ないですけど、はい、まあ、うちが割と近いんで、はい、まあ、ようしょっちゅう来てます。お、うん、小さい時から。そうなんですね、うんうん。まあ、あのこの中華街といえばもちろん中華料理屋さんがいっぱいあるわけですけれども、はいはい、なんかどこが美味しいのかとかよくわからないんですが、うん、特におすすめの一点ご紹介してもらいたいんですけれども、うん、ぜひ今日ね、はい、せっかく横浜来てもらってますから、はい、お連れしたいお店あるんで、はい、行きましょう。すでにお腹いっぱいじゃないですか。もう全然まだいける。前菜中の前菜ですから。メインの通りから、はい、一本入ってきまして、ちょっと入ってきましたけど、ちょっと静かなところに入って、はい、ぜひご案内したい、はい、お連れしたいお店、私ここですか。はい、サントン、こちらです。サントン、はい、おー、イジリーの行きつけ中国家庭料理サントン。2015年中華街で初めてミシュランに掲載された大人気店なんです。やはりサントンといえば、あ、美味しそう、水餃子なんですよ、はあ、こちらサントン水餃子、こちらですね、水餃子、水餃子と、あとね、僕はいつでも頼んでしまうのは、いつでも頼んでしまうのは、いつでも出てこないけどね、もういつもこれメニュー見ないで頼んじゃうからね。え、メニューのどこに書いてあった、あ、ここに書いてありました。ここにあった、はい、あ、これ、蒸し鶏とネギ油、
こちらがですね、西若鶏とネギ油、うん、じゃすいません、お願いします。はい、あ、どうもどうもお願いします。注文でございます。はい、一里さん、はい、ありがとうございます。すごくよく来てるっていうことで、うん、いつものとか、いつものって言っても私のことわかんないもんね。ちょっとね、20年間通い続けてるらしいんですけど、ここ、うん、私は2年前そう、うん、そうごめんなさい。そうだね、おすすめは、うちおすすめは水餃子でしょ、はい、うん、水餃子ね、なんといっても水餃子、そうです、うん、じゃあその水餃子と、うん、水餃子と、はい、蒸し若鶏ネギ油、あ、蒸し鶏のネギ油ですね、うん、うちのお兄さんもね、うん、なんか向こうで頑張ってみたいですけど、うん、まあ、こっちはもうドーンと構えて3トン水餃子もうこちら召し上がっていただければもう間違いないと。お待たせいたしました、お待ちかね、よいしょ、確かに見た感じでもっちり感はもっちり感あるでしょ、わかります。この水餃子はどんなものなんですか、うん、あのニラとひき肉、あのいろんな材料入ってますので、あの姫野さんも好きなんですか、うん、大好きだよ、いいね、自信を持ってお送りするという、ね、そうそう、いいですか、じゃあ早速ね、ちょっと食べましょう、はい、食べましょう。そしてその前にこれをね、はい、タレをこんな風に、わー、薬味がいっぱい入ってる、そうなんです、ね、でこれちょっと見た目辛そうに見えるじゃないですか、うんうんうん、実はそうじゃない、だから食べればわかる、なるほど、ちょっと食べていいですか、ぜひ、ね、いってください、わ、生地がですね、うん、箸に吸い付いてくる、吸い付いてくる、もちもち、びっくりしちゃった今、もちもち素肌、もちもち素肌、ね、いじりさんみたい、なんでしょう人生初ですよ、水餃子みたいって言われたのずしり、うん、うん、うん、おいしい、ね、どうもありがとうございます。口に入れた瞬間に生地の餅が来て、うん、その後何が来ると思います、何が来るんですかこの肉汁、そうだ、じゅわって出てきて、ニラの香りがいいですね、なんかいじりさん一口、うん、うん、間違いないね、うん、本当にタレがね、うん、このココナッツの繊維なんですけど、何かを邪魔するんじゃなく、うん、ふわっと香ってくるココナッツがね、ちょうどよくね入ってきますね、確かに、一つ一つ毎日手作りされたもっちり側に絡むのはココナッツがたっぷり入った醤油ベースの特製タレ、この甘いタレがやみつきに。続いては蒸し若鶏とネギ油、はい、すいません、おお、待ちかね、ほら、よいしょ、いいでしょ、これスープに入ってるんですね、スープ温かい、飲めるよ、スープ、うん、味はどんな感じ、味鶏嫌いだな、あ、だけどここなら全然食べないもん、だから言ってもちょうだい、あ、わかんない、鶏が苦手だからね、苦手、オッケー、なんですが、はい、ちょっとこの香り、このちょっといいですか、いいですか、ね、もう香りが美味しいでしょ、全身に染み渡る香りですね、旨味が香ってくるでしょ、香ってきます、ね、おすすめの品、2品目、ね、うーん、なんかシンプルなのに美味しいって感じですね、余計な音しない、うん、ストレート、うまみストレートきてますねこれね、本当に本当そんな感じ、すごいあっさりしてるけどコクもあるしね、コクもある、イジリやみつきメニュー2品目は塩と油で和えたあっさりスープにほろほろの鶏肉、そしてたっぷりの刻みネギが絶妙にマッチしたシンプルな一皿でした。いじりさんのこのとっておきのグルメを誰に食べさせたい、はい、うん、こうね、ちょっと気取ったデートっていう感じじゃないじゃないですか、普段だったら、はい、ちょっとじゃあ背びれでも来ちゃって、うん、ちょっとこちらどうぞなんていうね、お店に連れてっちゃうかもしれないけど、馴染みの店あるんで、どうですかなんつって来て、一緒に水餃子食ってニラの香りがすごいねとか言いながら過ごせれるような人と来たいですよね、いたらの話ですよ、いいですね、いたらの話なんですけどね全て家庭の話ですけど、ね、
最終的に寂しい話になっちゃう。確かになんかどういう方向に行っていいか分からなくなっちゃいました。いじりさん普段、はい、東京で、はい、こうどんな活動を。僕ですか、はいはい、もう普通にライブをしたり、うん、あとはあの何でしょうか、僕たちその CD の発送とかもう全部僕たちだけでやってるんですよ、うんうんうん、あの注文来た発送とかもで、そのファンクラブの運営だとかもう全部僕たちでやってるので、事務所に週に1回集まって CD 発送したり、ファンクラブの方にお知らせ出したりで、機材の設営とか、うん、あの音響をうちの社長がやってますしというような活動ですね。ボイスパーカッションの渡辺優とうちの社長とあとアルケミス4人で全部やっています。へー、で全国いろんなところに。そうです、はい、ライブにも行き、はい、もう本当に去年もいろんなところに行かせていただきましたし、うん、もう2020年もね、もう宮崎だけじゃなく日本全国いろんなところに行ければいいなと思ってるところです。いや、そして今年は国分祭、はい、分祭のアンバサダーに、はい、アンバサダーにもう知事に任命していただき、知事に任命していただきましたから、うん何するんですか、アンバサダー。アンバサダーはだからあのいろんなところに行って、私たちアンバサダーこういうものです、うん、今度宮崎であるんで、うん、あのみんなぜひ来てくださいって言ってあの名刺を配ったりとか、あとはその大会イメージソングを作ったのでそれを宮崎以外のところで歌わせてもらったりとかしてますね、うん、はあ、じゃあまた今年忙しくなりますね、はい、2020忙しくなりますね、うん、もうありがたいですね。アルケミストのお二人、抱負を聞かせてください。やっぱ翔太郎の歌声をこう引き出して、うん、こう皆さんにお届けするっていう、うん、まあ、それが今年さらに日向の真ん中でを筆頭にこうちょっとね、ぐっと前面に出していけたらと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年も宮崎で活躍するミュージシャンの方とか、あの元気に頑張っていらっしゃる方にお会いしに行ってですね、うん、そこで歌を皆さんになんかこう、まあ、お返しっていうんでしょうか、もうプレゼントできたらいいなと思っておりますので、皆さんぜひ今年もよろしくお願いします。